のかな。通勤時も楽々持ち運べる。はい、どうも、アイアンマンでございます。いい、私だよ。今回ですね、こちらマグナップをご紹介したいなというふうに思います。ほほう、ボドゲ会か。ざっくりどういうゲームなのかというと、ネオおはじきです。いや、その前にこれ自作だったのかな。ただただのおはじきではボドゲ感がないということで、カーリングシステムを採用。しかしぶつかり合う際にガラス製だと割れてしまう恐れがあり、レッドから揚げ混ざってんぞ。ここで採用されたのがマグナ。磁石の力により弱い力でも砕くことなく相手をどかすことが可能になり、ソーシャルディスタンス、それだけでなく引き付け合う力も発動することで戦略性が生まれました。これはもうおはじきともカーリングとも呼べないな。これはまさにそう、マグナナプ。ここからはゲームの流れを倍速で説明していきます。まずはじゃんけん等で先行後攻を決めます。1ターン目は3つ、2ターン目は2つ、3ターン目は1つです。ちなみに何で打っても OK とします。自殺してもいいかもね。この動きめっちゃ磁石効果。打つ際は表と裏は自由に選んで打てます。どちらで打つかで効果が変わってくるので慎重に選びましょう。ここら辺が戦略ゲーだな。塊を作るのも重要になることがあります。そしてこのゲームには一発逆転技があります。おい、全回収だ。縦方向になった磁石は即回収となります。なんてえぐい技を。縦打ちの必殺技はこれだけではありません。3ターン目打てるのは残り1つ。お互いに10点に入れても同点です。ここで発動、広い、上書きの術で、赤と緑がくっつくことを利用し、うまい位置に転がすことで、相手の色を自分の色に塗り替えられます。そして磁石が重なったところは、倍計算になります。大逆転技だな。2段になったところは2倍、3段になったところは3倍となります。重ねすぎると縦になるから怖いな。しかし青緑サイドは黄色に重ねるしかないか。ダメだったか。ポイント計算し高かった方が白いマグネットを自分の側に置き、白いマグネットがある方が先行でゲームを始めます。白いマグネットを持った状態でポイント勝負に勝てれば勝利です。要するに2連勝した方の勝ち。結構さ、いや戦略性あるよね。そう、どっちかっていうとじっくり頭使う系だよね。よし、もうグーじゃけん。初心者 YouTuber かよ。いくぜ。おー、巻いてきた。どう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 、そう、全部同じ色もあるよ。どう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 、まあ、まあまあ、どうどうどう、まあ、一発目は全部緑でいこうかな。あ、ちょっと待って、何それ。あ、そっち側すごい今、ムーンっつってる。磁石の効果ここで出たか。こういうところも面白いよね。面白いですね。さあ、ちょっとね、これがいいところにいるんで、こっちからこうね。あ、乗っとる。一個乗っとってから話はね、スタートですよ、これは。あ、うまい。あ、ちょっと行き過ぎだけどね。でも回収ではないか。おお、あ、やべ。相手の陣地に送り込んでおくとこんなこともあるのか。それを乗っ取ればいいだけだね。やばい、あと一発残ってた。乗っ取られるのかな。あれれ、エイドが乗りすぎているんだ。ハイリスク入りたい。縦はそういうことあるからね。これ100をさ、あんま動かしたくないんだよね。そうでしょう。うん、だから逆転があるから、俺はここら辺に、あ、やべ、映った。あ、予防線をね、予防線を張ろうとしてた。なんだけどなぁ。さあ、ただ名前を見てるかどうかなんですけど。おー、なるほどね。ちょっと予想と違ったできればここを通っていきたい。そうだね、ここら辺に欲しかったよね。ただ赤がいたからな、くっついちゃったんだな。要はこいつをどうにかせばいいでしょ。そうだね。よっしゃ、そしたらこうだね。あっぷねー、あっぷねー。ちょっと左にそれるよね。オッケー、理解した。どうしよう、俺これ勝て、あれ回収する、どうあれ回収したらさ、うん、ゼロやん、ね、ただ俺がここに100点取っちゃえば、そう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 、いいんですよ、いいんだよね。ただその狙う能力があるかどうかって聞いたらちょっと不安なので、私はここで30点を狙う。おお、上書きして相手の2倍マグネットを消す気か。青でいけば乗れるんじゃないかなっていう。いけるか。そうね、それがいるからね。序盤に置いた駒がこんな役に立つとはな。一応ポイント勝負は決まってるけど、全て打って1ゲーム目を終了とするよ。ということで、10、20の10、30ですね。 30vs10。 うわ、負けた。よし、まあまあまあ、高校なんでね。まあまあまあ、マッチポイントの人が先行だよ。第2ラウンド、やべ、強えなまあとりあえずね、先手なんで、はい、先にしまいていくか。あ、うまいとこ行くね。展開していきたい。うわ、うまいな。黄色にくっつけたくないから俺緑で行こう。うわー、おー、やった、アシストだ。いやいやいや、予定通りだから。嘘つ。で、俺は
あの黄色にくっつけるんですよ。おお、ね、うまっ。でさらに黄色の横は青がくっつくので、うん、100を狙えるわけですよ。なるほど。あ、狙えなかった。あやつ乗っ取る気かな。どこまでも強気な友人だな。そんなに乗っ取りも怖くないレベル。うめえな、ほんと。乗っ取られた。うまい。乗っ取りがうますぎる。で、まあ、あとはこれはね、地力で地味にカーブをするのか。うま、俺これどこ打ってもなんか乗っ取りになるな。オッケー、わかった。乗っ取る。俺は30点を狙いに行く。あれれー、よし、手前じゃん。これ2発をね、無駄遣いさせていきたい。やばい、強い。でももう、このゲームマスターの本来は俺が作ってるから、俺が強いはずだけどな。さあ、いけるのか。絶対いいよ。おー、うまい。おっと、ここでついに使ってきたか。そう、今後はこれができると、そう、あと1点はね、もう埋めるか、走りになりますね。まあ、どっちかって言ったらそれが緑だから赤よりは黄色の方がいいんで、まあ100かちょい奥でお狙いたい。100来たら普通に狙いたいな。大事だ。無理やんかよ。おお、100いったんじゃね。いったんじゃね。同じよね。いや、結構うまく負けたんだけどな。うまかった、うまかった。すげえうまかったわ。やられたと思った。うまく回収されてしまった。さあ、とりあえず最初に、あ、よしよしよし、と弱いな。後ろにいてくれるんだ、別に。磁石の力でうまく止めたな。あ、でもまあまあまあ、ちょっと外したけど、いい、ね、いいね、場所はいい。いい。おっと、いきなり立て。回収来るのかな。消し去ってくれるわ。おっねー、あっぶねー、これ、そう、どっちに向くかわかんないからね。うん、これをどかすという作業。あ、なるほどね。押したまで。道を作ったまでの。こっからですよ、本番は。うわ、乗っ取られた。よし、うわー、よっすねーけど、やられてる。よし、と、まあ、どうしようか。まあ、おー、まあ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 、これ同点ですよね。なるほどね。いやいや、周り全部緑にしてやるよ。あー、ちょっとずれた。あー、でもそれは邪魔だな、確かに。どうすんだろうな。さあ、マーシーに絶望を見せてやる。何？そのくっついてるやつを全部私の子まで埋めてやろう。まさにデスゲーム。上塗り、上塗りすんの。バンダソクラ。おーすてだー。トムの勝ちでーす。うまいんだけど。嘘でしょ。100いってるしね、それ。100いってる。でも100いってるんだけど。200やん。はこれ邪魔なんで、どかしつつ、うん、ワンちゃんこにくっついたらさらにやばいな。それでも俺も回収したらちょっとエグいしな。どっちだ。あ、まあ向こうならいいや。後輩か。きついな、これ。どうすっかな。さあ、かなり有利な盤面にね、ターンを終えることができた。これ強い。いや、うまいな。今日急に説明したのにうますぎるだろ。どうしたらいいんだ。よし、緑にかけるぜ。緑で、うん、俺は赤の上に緑を置ける。そうだね、ここ は緑に反発して赤にはくっつく。ただ全回収しそうなんだよな。全部ひっくり返されたんだけど。220点ひっくり返された。マジか。やばくない。だって今30の20の100だから150点あるよ、俺。これどうやってひっくり返す。あ、分かった。これを100を乗っ取ればワンチャン、ワンチャンあるかな。そうだよね、100だけだもんね。これだけだもん、100乗って。そんなことあるんだ。やば、やばいな。こいつよ、こいつさえ読んだよね。だから黄色を向けてってことだよね。あー、やべ、すげー。これは見事。これは奇跡だね。やばい、これ面白いな。これ発売しようぜ。これ発売しよう。オスナップマグネットイレーザーです。投げる。